はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒館のファーストテイク、このファーストテイクは僕が久しぶりにプレイするゲームを1回だけ挑戦して、ゲームオーバーになったらそこで終わりというそれだけの企画なんですが、今回挑戦するのはバイオニックコマンド、あれですね、あれの復活みたいなやつですね。まあ違うんだけど厳密にははい、あれと結構そう慣れるといいんだけど、操作厄介だった気がするな。一回操作確認しなきゃな。結構めんどくさいんですよ、操作が。まあ、パスワード制のゲームってだけでね、やっぱ時間もね、ゲームオーバーもいろいろ想定してっていうか、ロックマンワールドあれだけ下手だったからどうにもなんねえだろうって言われると、まあそうなんですけど、一応 A ボタンで、ワイヤー発射、B ボタンで、弾の発射。で、スタートボタンで特殊アイテムの使用。っていうのがある。これね、ジャンプがないっていうのは結構ね、遊んでみるとね、慣れるまで大変なんですよ。ね、ということでデモが終わったら始めます。これね、結構ね、慣れないとこんなうまくいかないよ。ということで、司令部から通信が入っています。ラッド・スペンサー。我がバイオニックコマンドが誇る最強の FF 部隊に命令が下った。そこで私は FF 部隊のエースである君に命令を与える。スーパージョーが行方不明になったことはすでに知っているだろう。君の任務はドライゼ公国に潜入し、ジョーの救出。ジョーって多分戦場の狼のキャラクターですね。およびドライゼ軍のアルバトロス計画を壊滅することだ。すでにエリアゼロには特殊工作員が潜入している。彼らと連絡を取りながら任務を成功に導け。幸運を祈る。ということで、これがね、マップの移動っていうのがまずあるんです。今左に現れたやつが、指示をお願いします。この左に来たやつが、の操作をするんで、こうやってエリアを選んで、で、まあ、硬化してみる。あ、やばい。で、こうやって、登ったりするわけで。ドライゼ軍の奴らめ、エレベーターを壊したままほったらかしにしてやがる。隊長、エレベーターはどう動かすんですか？バカ者、エレベーターの上に立って、下に行きたければ上に、下に、あ、上に行きたければ上に、下に行きたければ下に押せばいいんだ。わかりました。ということで。あれ？わー。忘れとったが、一つは壊れている。上に乗ると落っこちるぞ。まあ何かっていうと、チュートリアルみたいなことをやらせてるわけですね。あれ？どれ？こうか。あれ？これ下行けないんだっけ？取りに行く。あれでも、あれだけでも大変なんですよ。やばい。これどうやったら戻れる？あれ？これどうやって戻れるんだっけ？違う。あー、言ったけど、あー。何をやっとるね。あ、やばい。これどうやって戻ろう？
この出っ張りを超えるためにわざわざこう引っかかないといけないっていうのがね。あれ、これ本当は上にどうやって戻ればいいの。あー死んだ、やばいぞ。あー、これが落ちるってやつか。わーわー、あぶねあー違う、やば、あ、これ落ちるやつだった。あれ、ちょっと待って、これどうやったら向こう行ける。オッケー、やば、全然ダメだった。まあ難しいゲームですよというのが少し伝われば、まあそれで本望です。いや結構ね、あーそうだな、もう 3DS のね、多分バーチャルコンソールでやってセーブ使いながらやったから結構いけたんだけど、普通にやるとなかなか難しいかもしれません。はい、ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんなゲームやった方がいいよ、こんな企画やった方がいいよってアイデアがある方はぜひコメントいただけると助かります。またゲームについてはね、なぜそのゲームを僕にやらせたいのかというのも教えてください。あと動画の拡散、 SNS で動画の拡散よろしくお願いします。以上、酒缶でした。